全部必ず一回自分のことまず引きつけておいてからこう言ってないわけで、こうなの、はいはい、こうなの、はい、もうここでこうでこうなの、そう自分のこれが一番回しやすいやってまたないの思い切り閉じたものを開くっていうことでこれシャフトをこれねじってるわけや、うんうん、わざわざ閉じといて開いといてでもう一回戻すんかみたいなことしないと、うん、シャフトにトルクが生まれん、うん、発生せんわけ、うん、だからわざわざ一回シャットで閉じていって、うん、わざわざ寝かして今度オープンにしてきて、うん、じゃあオープンにしてきたら捕まらないのをしっかり左手この前から言ってるね、うん、ヒンジングしっかり使ってスクエアでアタック、うん、っていうのがゴルフスイングの流れないけど、クラブはこう振るもんじゃないっていうと、はい、うん、クラブはこう振るもんじゃない、はい、クラブは必ずこうやってこう振るもん、はい、うん、そうやかな、そう、スピードとあれそう飛距離も伸びる、ヘッドスピードも上がる、距離も全然上がる、全部上がる、必ず一回自分の方にまず引きつけといてから、引きつけると自然とそういう動き。なる、なってくる、なる、ね、だから、うん、どっちにしたってじゃあってクラブをこう後ろから回して これだけ見てもさ、うん、これだけ見てもさいい、これ単純にここだけでこれクラブのこのシャフトの動きだけを見てると前から後ろやんか、うん、だからこれが生半可分かってくるとついついはい前から後ろってやりたくなってくるわけよ、こうやって、うん、前から後ろって、うん、でもこれ冷静にこれ見てると回しとるときにこう言ってないわけ。こうなの。はい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 、こうなの、はい。もうここでこうでこうなの。こうは回せへんの。そうやな。うん、そうや。前から回してみたけどもうすでにこうや。あ、そうや。こうで。そうや。こうや。こうは回せな。回せへん。あ、無理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 やけど。そうやな、こうやな、そう、こうあ、でもさ、うん、ごめん、これちょっと不自然やけど、あ、そう、別にこれあんまりこれ気にせんでいい、例えばクリってこれ回しやすいのはさ、うん、こう人差し指と親指だけの方が回しやすい、うん、回しやすいね、これはあんまり関係ないの、でもグリップ握るときは三本指、そうやね、うん、これはあんまり違和感として入れあるね、うん、ここ3本で、これまここでこうやって3本でこうやって扱えるんだったら、うん、それが一番いい、ね、それがいい、うん、やってみると分かるけど3本でこうやってやるそうなんだけど、どんどん肘が体の中入ってくるんや、うん、だいぶ血入らんことには、うん、うまいこともある、そうそう、ってことは肘が支点が中にあってそのミー側でクラブが回っとるってことになるから、はい、こっちの方が、うん、よりより背面からじゃん、背面から、そうそう、よりだからねじれが強いじゃん、せやね、そう、でも人差し指と親指で肘こっちに持ってきてここでくるくる回してたらさ、うん、これ全然ねじれてへんやん、こう手を陣突っ込んで回したらちょっとやばいしてやん、これ肘がこっちに来たらな、でも一応あのあれですね、ビーバップハイスクールの西出た、なんで知らん、とにかくこうやってくるくる、本当になんかおかしいなとかタイミング取りやんな、うまいこといかんなったらまずはこうやってくる、だから私ハード行く時とかさ移動中な、次から次のホールが近いんだけどさ、うん、そんなたまにこうやって確認しながら行くんやけどさ、うん、だんだん分からなくなってもやがる、回しにくい、回しにくい、回しにくいだけ、いいから回してみる回しにくいだけ、そう、それいいんじゃない、だからこう回すのもだんだん分からなくなっても、肘が体のこっちに来るとだんだん分からなくなってくるやっとは分からなくなる、歩きながらやりたいんだよって、歩きながらやりたいんだよ、これ回ったら回すの自分のこれが一番回しやすいやって分からなくなってくる前におったら、そうや。
ありますどんな目でもいいよそうや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 でも一つはクラブがやっぱ長い同じじゃんクラブが長いってのもあるやろ力が弱いからこっちの三本で扱いやんっていうのがこの三本で扱えんっていうのを扱いにくいっていうのはまず一つあるしクラブの寸法がどうしても長いから、うん、こうあっさり自分の前でこう回せないで、あのね、本当にさ、こっちの日本じゃん日常生活使うの、うん、やのにゴルフだけ急にこっち使えって言われるからさこれはね、本当にある程度訓練よ、こんなもんこれそう、このこれそう、こっち、特にこう左手の3本なんかさ左手の3本でリードしてきて球打ててこんなもん練習に練習をなんていうのかなそれ今左手で右手で持ってるけどそう左手の3本でこうリードしてこうやってこうこんなもん練習に練習を重ねへんかったらできんよ、うん、難しいわ、うん、こんなんが簡単にできたならプロゴルファーやんかなそう、うん、でもねそうこんなん簡単にできたらプロゴルファーやんか、うん、でプロゴルファーですさえって言ったらないんですけど難しいじゃなくて、うん、なんでプロゴルファーがプロゴルファーたるゆえんっていうのはそのなんていうのかな右手で打つのも左手で打つのも片手で打つのがこう簡単なのよにできちゃうのよでもこれをあっさりもうそうやけどこうアマチュアの人に左手でも右手でも一本で打てないかんよっていうのをこう打って見せるよね、うん、だこれほんとできへんからねクラブはこうやって振る信者って思うんだけど、うん、こうやって振る信者は片手ではほんとに打てやん、うん、もう俺に言いました全てがもうまず最初にこっちへ引けこっちへ引いてからそう片手でも引けかそうこっちへ引いてから自分の方にわずかでいいから引いてからやると体を使ってって言うけど体をどう使うんですかみたいな話が分かってくる。見とる。ちょっと腰痛い。誰でも右でもできる。何ができる。シャクッとしてるそうできへんおお、まあ、まあまあうまく運べてこうの使い方、左手の使い方、上げたやんか、うん、あれ、もう本当にあんな難しいできやんねめっちゃめちゃ言われたけどなできへんちゅうのにっていうあんなんプロやでできるんやろ、言われてさちゃうちゃうちゃう、できるでプロで考えやんほんとこうやってやってこっちで回しといてってこうやってこう順番にバラバラにしてさこうやって説明してあんなもう体ごとほどほどこってねってこうやってポンって当たるのそう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 それをまずこうちょっと自分の方に引っ張ってみてそうそうそしたらまっすぐなんとなくまっすぐ上がってくるそうそうそうこうやったそうで、うん、こうそうそうそうこっちの手がどうしたらいいのそれでいいんじゃない自然にこうなったらいいこうなるよねブスやなブスやねこっちの手はちゃうよそれブスじゃないのなんでこうなったかっていうと左を
こっちに振ろう思ったら、うん、こいつが出てったらあかんからこうなったんや。ああそうなそうじゃあじゃあな思う。ちゃんとあんねん理由が。めっちゃブスやん。これブスじゃない、ちゃんと反応したいってことやん。いやこうって何言うぞ。テニスプレーヤー全部こうやん。これパーンこう言ってるじゃない。これをじゃあさっき俺止めよう思ったよね。止めよう思ったら余計止めよ。止めてってでも後ろやったらまだまあまあ打てる。まあまあ打てる。あ、そうか。違う。あ、やっぱり違う。あ、違うよ。なんやったら、ほら、こう右手で打つときは、うん、左手、こうやで。あ、そうかも。そうやで。あ、そうや。そうやで。どっちがブスなんやそうこいつこいつってなあでもそっちもやりやすいかな。うんそうだね。そうだね。邪魔やけど、うん、難しい。そうだね。ちょっと難しい。棒持って球打つってのは全部一緒。テニスも？テニスもだってテニスも多い。うん。なんだろう。これなこれこうやって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 さ。うん。うん。テニスはこれはもうテニス教室に行ってこうやって習ってきたじゃん。その先生帰ろうよ。はこうじゃないの。バッティングカーってここから行ってこうじゃない。バッティングはこうじゃない。こうじゃない。だいたい変なんでしょ。いきなりこういくやん。やろみたいな。やボール投げられへん人ってボール飛ばんからね。あこうやって投げられへん人ってみんなこうやん。そうやな。うん。おったやって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 みて投げられへんし危ないよ危ないよ怪我する。まあ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 まだええ方や。小さいでええんやわ。あれがあの大きなる大きなるとわかんない今のガチョンやガチョンガチョンだからさ、こっちこうこう、こう、締めといて開いて、ピッチも一緒、締めといて開いて。